and mind are free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise.怪盗、目が離せないね。でかっ。普通に大企業の本社ビルだからな。むしろ現実からの侵入のが無理。こんなののパレスに行ったっての？モナのやつ。これまでとはなんか格が違うね。奥村、ネットで見たけどよ、ありゃやってるね。お前も奥村黒だと思わね？黒だって。本題はモナ。待ってるよ、例の廃人事件の証拠もバッチリ聞き出さねえと。確か双葉、パレスのキーワードを調べてくれてたよね。本社ビルが宇宙だ。それでビッグバンバーガーね。ビッグバンって宇宙語だしね。いや、宇宙あの出店コンセプト、社長のイメージから来てたわけね。宇宙か、高ぶるな。入ったらいきなり空気ねえとか勘弁してくれよ。いい？起動するわよ。いきなり敵扱いなわけ？ニュースのこともあったからね。奥村社長が警戒してるのよ。あの野郎、手間かけさせやがって。おお、まるで映画の中だな。スケッチブック持ってくればよかった。
来い。よし。ビッグバンバーガーのロゴついてる。なんか言ってる。シフトは厳守。嫌ならやめろ。ただし手当てなし。なんだそれ。だってあれも奥村の認知なんだよな。だとするとあの、そうだね、見た目はロボットけど、あれ多分社長から見た奥村フーズの従業員だよ。従業員がロボットってこと？あの扱い、現実でもあれならブラック企業だな。ほらな、奥村ってクソだろ。本題はモナ。この辺にはいないみたいだし、奥を探そう。クソ。この見た目じゃ力づくは無理でしょう。今回は早々に足止めを食ったな。これはまた本人の認知を操作する流れ。でもモナだって先へ進めてないはずよね。ならパレスにいるとしてもここより手前にいるはず。お待ちなさい、あなたたち。誰だよ。
の服、まさか私たちと黒い仮面、まさかマダラメや金城が言い残した。じゃあこいつが廃人化の犯人ってか、女だったのかよ。俺たちをつけてたのはお前か。なんとか言えっての。はっはっはっは、お前ら勘違いもほどほどにしろよ。モナ、無事だったのね。ご無沙汰だな、パンサー。ご無沙汰ってほどでもなくね。お宝を狙ってきたのなら尻尾を巻いて帰った方がいい。いや、お前を探しに来た。お宝は我が輩とこのこの美少女カイト。美少女カイト、ペルソナだって使えんだからな。美少女カイトと申します。自分で言っちゃったよ。緊張感に欠けるな。お宝は私たちがいただきます。それモナが言った。あなたたちは怪盗失格です。いいですか、立派な怪盗とは。言ってやれ。あなたどう考えてるんです。そうです、その通り。無駄話はおやめなさい。そっちが降ってきたんじゃ。モナ、何なんだよこいつ。待て、今ちゃんとするか。あなた。俺？少しは場の空気を読みなさい。え？あなたは柄が悪くて頭も悪い。はあ？あなたは何でしたっけ？わざわざこんなこと言うためにここに？なんつうか、あいつ。お宝は私たちがいただきます。それさっき言った。お前らとおしゃべりしてる暇はねえんだ。やめと。我が輩たちをなめんなよ。後ろ。来るぞ。え、ひょどってんじゃねえよ、逃げんだよ。後でいつもの場所に。お疲れ。なかなか厳しかったな、この疲労感。初めてペルソナに目覚めた時以来だ。さっきから何見てるの？ああごめん、待ってる間時間も。奥村フーズのエントランス嵐がまたニュースになってる。なんで俺ばっか追ってくんだ。美少女怪盗様がドア開けっから。あのドア多分生体認証式だったのに、どうやって。あの子何なんだろうね。ペルソナ使いって言ってたよな、本当なのか。見た目それっぽかったけど。モナ裏切ったの？
うだよね。裏切ってはいないと思う。もしそうなら正体をバラすとか直接的な脅しをかけてきてもおかしくないし。つうかモルガナとあの怪盗女はそもそもどういう関係なんだ。個室や体のフォルムから言って俺たちの同い年くらいに。私どこかで見た。マジ？どこの誰だよ。学校だったかな。学校？そういや、なんか俺もどっかで。囚人の生徒なのか。そんな気がするだけ。仮面かぶってたしね。生徒会室に全校生徒の写真名簿があるの。明日片っ端から調べよ。美少女怪盗のことが分かればモルガナに接触できるかもしれないし。じゃあ俺たちは奥村フーズのことでも探るか。廃人化との関係を調べた方がいいからな。吊るし上げてやる。そうそう。この子美少女だぜ。けど年下か。リュウジ、嘘、これ同い年。お父さんの友達に似てる。真面目にやれ。少し休憩しましょうか。女子生徒だけでも何百人だもんね。集中力。なんかみんな同じ顔。見つけられんのかな。すげえ自信だな。
奥村？美少女怪盗もこんなじゃなかった？特にこのゆるふわな髪。奥村だ。生体認証式のドアを難なく開けたこととも符合するわね。調べてみてもいいかも。でもなんでパレスにいたんだろう。なの本人に吐かせりゃいいじゃん。今日はもう帰ってるかもしれないから、また明日にしましょう。私戸締まりしていくから。それじゃあ明日ね。奥村春さんよね。奥村フーズ代表取締役社長。奥、どうしてその父親のパレスにいたのか説明してもらえるかしら。そうか、やっぱりそうだったんだ。すごいな、一日でバレちゃった。あの世紀末な格好すごく似合ってたよ。その話はやめておく。なんで怪盗に？お父様は経営者として評価されてるけど、実際大変なことになっちゃったし、だから自己満足かもしれないけど、私なりの償い。でもこんなの逃げかな。モルガナとはどこで？それは本当に偶然、会社のビルの前で寂しそうな猫を見つけたの。それがモルガナ？追いかけてったら異世界に入っちゃって。お父様の会社を私が変えることはできないけど、怪盗になればお父様を変えることはできると思って。私たち協力できないのかな。何がしたいのかわからない人たちと協力なんてできないよ。今じゃ無駄に世の中を騒がせているだけだし。それに弱い者を助ける怪盗団は仲間を助けてあげない。それは私はただお父様に罪を償ってほしい。それからそのきっかけをくれたモナちゃんのお手伝いをしたいだけなの。けれど目的は一緒でしょ。協力した方が。いいえ、モナちゃんと二人で行きます。なかなか痛いとこ疲れたね。何がしたいの。協力を取り付けるのは無理そうね。どうするかみんなと相談しよう。モルガナもほっとけないし。ただいま戻りました。あいつらを追い払え。そうだ、最優先で頼む。ようやく正解への足がかりを得たというのにこれだ。何が怪盗だ。マスコミに何か聞かれたか。いえ何も。あの怪盗団がどうかしたんですか。怪盗団とやらの掲示板で私が1位になったそうだよ。報道のせいですか。成功者への妬みだよ。
最大限の幸福のために犠牲を払う覚悟もない。そんな俗人どもの遠吠えだ。老いも若きもくだらぬ虚像に喜んで、この国に未来はないよ。いたらどうします？心を盗む怪盗が本当にいたら。まだ私を疑っているのか？いえ。そんなことより彼とはうまくいっているんだろうな。はい。ならいい。あれでも有力議員の息子さんだ。愛想よくしてやってくれ。いずれ今の我が社に、いや私にとって必要不可欠。精一杯自分にできること精一杯。それでいい。それでこそ奥村の娘だよ。ありえねえ。モナが来たら謝るんだからね。わーってるっつの。俺だけに言うな。美少女怪盗にも注意しておかないと。ここで張り込みというわけだな。持久戦覚悟しとかないと。今日来ねえんじゃねえの？つか今何時？いや待て、やっぱお前らたるみ切ってる。私たちにご用？怪盗お願いチャンネルの依頼、あなたが叶えてない？むやみに引き受けないでほしいの。
たちまち足がつくぞ。そうなれば俺たちまでとばっちりだ。そんなこと、私のせいです。そんな、実はあまり機械には強くなくて。本当、謝んのかよ。私たちのために言ってくれたのよ。お礼だって言わないと。そろ機嫌直してくれない？我が輩目当てだった。やっぱり我が輩がいないとダメ。しゃあねえな、ユージ。ごめんね、モルガナの気持ち考えてなかったよね。アンドの、皆さん、コードネームとかはよろしいの？リュウジもさ、本心じゃないんだよ。謝りたいんだって。まあ、俺も悪かった。別に人間じゃねえとか役に立たねえとか、そんな…デリカシーなさすぎ。アンのお膳立てが、まさしく台無しだ。ああ、そうかよ。どうせ我が輩は役立たずだよ。そこまで言うならお前ら相当できんだろうな。我が輩のこと捕まえてみろ。美少女カイト乗れ。できなかったら我が輩のことは諦めてもらうからな。行っちゃった。何時間待たされたと思ってやがんだ。上等だ。ああもう趣旨変わってるじゃないの。よっしゃ。
あら。あ？やれやれ。まあねえぜ、あいつら。本当にあれでよかったの？いいに決まってんだよ。こんなに探し回らせやがって。電話も通じないところで何をしていた？男と夜遊びか？そうなんだろう。夜遊びなんてそんな。楽しいこと僕にもしてくれよなあ。できないってのか？ええ、いた。ハル、てめえ、ハルからかな。なんだこのクソ。誰かいないのか？にゃーにゃーうっせんだよクソ猫。モルガナの野郎。今モナの声。ちょっとあれ、なんかヤバげじゃない？てめえ、俺の仲間に何してる？お騒がせして悪かったね。フィアンセとの、ただの。でも、奥村さん嫌がってんじゃん。よくも恥をかかせてくれたな。これ、奥村さんにも報告。その顔、覚えたぞ。大丈夫？私よりモナちゃんが。どうってことねえって。今の人本当に婚約者なの？婚約とかすげえ。ただの喧嘩って感じじゃなかったけど、親に相談した方がよくない？無駄だと思う。土下座してでも許してもらえって、そんな風に言われるだけ。事情がありそうだな。さっきまでのことは、その少し春を休ませてやってくれないか？足りねえだろ。お前んちいいよな？すまん。休めた？モナちゃん？とにかくさっき話した通りだ。役立たずの我が輩のためにこれ以上命かけてもらうわけにいかねえ。人間に戻れる確証だって本当はどこにもないんだ。これじゃ取引になんねえよ、我が輩たち。
誰がお前のために怪盗を？俺は自分の見識を広げるためにやっている。そんな気休めやめてくれ。別れてもらうぜ。いいよな。嘘やめよ。異世界で倒れてるの見つけた時、モナちゃん言って、我が輩だって怪盗団の一員だって。強くなって認めてもらう、ここが大好きなんだよね。そんなわけない。私も自分に嘘ついてたけど、ペルソナと契約するとき分かったの。お父様がひどいことしてるからなんて、ただの建前だって。私本当は結婚したくないんでしょ。立場の責任もある大人の決めたことだから、きっと正しい。仕方がない。バカみたい。形のないものに縛られてずっと黙ったまま、結婚の相手まで。でも、もう我慢しない。私、あの人無理。キモ。これが私の本音だよ。なんだよ急に。モナちゃんはどうしてずっと人間に戻りたいって言っていたの？それは、初めは記憶を取り戻すまでの仮の住処ぐらいに思ってた。でも自分が何なのか、何のために生まれたかも一向に分からなくて。モルガナ、目的が欲しかった。怪盗団にいる目的が、復讐したい相手も助けたい奴もいない。そんな我が輩がここにいていい理由が。だから我が輩にとってここが。行っちゃえって。頑張れ。唯一の居場所だ。ずっとここにいたいんだ。すがすがしいほど素直だな。最初からいやいいんだ。ったく、我が輩と組んだらどんな厄介事が降って湧くか分からんぞ。本当にいいんだな。いろいろ今さらでしょ。てか私たちも一緒にいたいに決まってんじゃん。ああ、その心配かけてごめんなさい。我が輩の居場所はここだ。もう決めたからな。諸話代分しっかり働いてやる。今さらキャンセルはなしだぞ。ギブアンドテイク、再契約だな。よし。まあ、私たちって結局運命の出会いってやつなんじゃない？そうだ、出会い。お？わっ、終電やべえ。俺もだ。続きはまたにしましょう。私、うちに泊まってき、なしつけとく。また明日ね。
我が輩寝る。疲れてんだ。にしても相変わらず神器臭いとこだぜ。おい、どうなってんだよ。また違う女の子連れてきやがって。そういうことじゃなくてさ、ま、うちの猫拾って世話してくれたんだ。いえ、そんな大したことは。世話してやったのこっちだけどな。どうした？楽しそう。こんなに大勢でお食事なんて久しぶりだから。今日は遅くなんないうちに帰りなよ。親御さん心配してるだろうからさ。帰りたくなければいいんだぞ。ううん、ちゃんと帰る。お父様に警戒されたら改心させるのは難しくなるんでしょ。また連絡する。連絡先いい？一人で大丈夫か？なんなら我が輩も一緒に。モナちゃんの居場所はここでしょ。まあまあな。彼の家に迎えていただくことになった。まだ正式に籍を入れるわけではないが、今の若者はそういうものだろう。誠意を見せてこい。できるな？私には自分が住む家さえ決めさせてもらえないのですね。帰りは遅いわ。挙句の果てに無断外泊まで。友達は選べと口を酸っぱくしてきたつもり。彼らはお父様の思うような。今は会社のことで手一杯なんだ。余計な手間をかけさせないでくれ。もしもし。ああ、大丈夫だ。もしもし、相談したいことがあるの。みんなで集まる。Thank you.
ひどい。フィアンセってあいつでしょ？襲われに行くようなもんだよ。さっきの春の話じゃ、ヤツの家に連れてかれるのが10月11日。そしたら期限は10月10日ってことだよな。しかし君の父を改心させれば、確実に警察の罪人の娘というレッテルが一生つきまとうんだぞ。今の暮らしだって変わってしまうかもしれない。他人の不幸で成り立つ幸せに甘んじたら、私もお父様と同じになっちゃう。それに実は前にね、怪盗お願いチャンネルに書き込みしたことがあるの。ちょうど我が輩たちが次のターゲットでグダグダやっ、でも怪盗団は動いてくれなくて、その時だった。モナちゃんと会ったのはその時から決心していたの。怪廃人か、そして改心、全ての利害が一致したな。今度は協力してくれるよね？もちろん。私の方こそよろしくお願いします。こっから先は廃人化事件の犯人を相手にするかもってことだ。メメントスの修行とは違うぞ。覚悟しろよ。いきなり説教かよ。甘い。春は頭白に毛が生えた程度なんだ。力には目覚めてるが、天で弱っちくてな。ペルソナも姿形がないとかってありさまだし。弱ち？本当に？まあ変身はできるし、一応パレスでの活動には問題ないが、正直だいぶ足引っ張るかもしれん。ごめんなさい、私のために面倒をかけします。いやさ、実は俺たち的にも社長さん狙うの都合いいん。見ろよこのまとめサイト。怪盗団に対するネガティブなコメントばかりね。明らかに悪党の名前が上がっているのに、怪盗団はなぜ黙って見ているん？加熱が別次元。廃人化の剣をつかむのを忘れるなよ。ああ、もちろんセットでいただくぜ。10月、10日だったな。許せないね。よし。
よし。みんな集まったわね。正体を見せろ。チャンスだ。とっちめろ。ジョーク、戦力は五分ね。油断は禁物よ。ヨハンナ。さすがクイーンだな。邪魔ねえな。やれやれ。見せろ。ひどいやつらだね。チャンスだ。弱点がわからぬ。これいろいろ試すしかない。ご詰めお願い。ベルトだ。いただいていく。やるなら勝負に頼む。これで、これでダメなの。Just to be a second ago with the sky from now light.
やってやる。プリンスパリティ食らえ。待てよ、こんな仕打ちねえだろ。おう、初めてだな、ジョーカー。よし、正体を見せろ。さて、うん、俺の敵じゃねえぜ。暴いてやる。この状況うぜえな。チャンスだ、突進だ。容赦しない。逃げ切れなかったか。クラクラする。クラクラする。エルソナよし、あっという間だな。なあ、そういや、前にさっきんとこで会ったとき、すげえあれ、モナに言われたキャラ、美少女なんとかってやつ。あれは、その、正義のヒロインなの。これ笑うとこ？バカ。小さい頃から、周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすれば、お父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う。だから学校で家のことを伏せて。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って、そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど、憧れてた。一度は誰だってヒーローに夢中になんだろう。
なりたいと思うやつがいたっていい。なあジョーカー、ここで何をしている。すごいことになってる。柄の悪い連中とは手を切れと言ったはずだ。てめえ、彼も入ってきたの。違う、あれはウリ二つだが本人じゃない。前に説明してやっただろ。認知症のってやつ。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。前に言いましたよね、お父様のために私、これがその答えです。そやつら例の回答なんか。そういうことか。許しを請うために差し出すわけか。孫は裏切ってでも取り返す。奥村の娘らしくなったじゃないか。いいだろう、こっちへ来い。なぜそうやって損得ばかりなのです。会社の悪評だって全部そのせい。人を部品としか考えてない。得るためには差し出す。人の上に立つにはより多くを差し出す覚悟を持つしかない。土俵が違うのだ。まもなく私は正解という次のステージへ上がるのだからな。蹴落とす冷徹さこそビジネス。冗談の仁義だのは敗者の言葉だ。奥村夫婦私の勝利の礎となれ。会社そのものが踏み台。社長、こんな俗の手垢にまみれた女はうちにはいらない。何か情報をいただかないと父に取り次げないな。制裁は望まない。愛人でも何でも好きにするがいい。いいでしょう、手を打ちます。愛人、私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のためのせ、でもこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男のおもちゃになると。何を今さ。奥村の娘にとってはそれこそが喜びだ。お前など初めからその程度の価値でしかないわ。自分の娘の人生すら踏み台か。私は来てもらおうか、俺んちへさ。諦めない、じゃあ今夜遊んでやるよ。女子高生のいいなつけとかやったら超楽しそうじゃん。ゲのゲね。やばい、春のペルソナじゃあんなのとは。大丈夫今まではちゃんと目が覚めてなかっただけ。何が悪かったの。よく春を決めたようね、宿命の家のお姫様。あなたには裏切りなしでは自由もない。それでも求めるというなら間違ってはダメ。さあ、あなたは誰を裏切るの。心はとうに決まっています。いいわ、その目、これで本当の力が震える。我は汝、汝は我。美しい裏切りで自由の門出を飾りましょう。えぐ。さようならお父様、私はもうあなたには従わない。
ならばお前も廃棄だな。適当に足立っておけ。お前が道理を理解するとは思ってない。なあ、てめえには花からこう言うべきだったぜ。貴様の花嫁は怪盗団がいただいた。下を集めたのにきついお仕置きがきつい。ある、おとなしく俺のおもちゃになり。あなたと話し合うつもりはない。お父様を改心させるためにも。これがハルの本当の力。ハル、よしやろう。あのクズ野郎を叩きのめすぞ。惑わせミラディ。ペルソナいただいていく。ガチだからね。この技、早く使いたいものだな。何が弱っちいだよ。彼、消えちゃったけど大丈夫なの？ちゃんと教えてあげたの？教えたはず。伝わらなきゃ意味ない。安心して、認知上の存在と現実の人間とはあっちに戻ればピンピンしているわ。そういうことだ。つかさ、仲間が増えたんじゃね？これよろしくな。コードネームならすでにある。ノワールと呼んでくださる？ノワール、フランス語で黒の意味。私は正義のヒロインでありたいけど、怪盗は純然たる正義で、そんな自戒を込めてノワールとのことだ。まあ本人が気に設定作り込んできたな。
R、 いいじゃない。迎合しない気高さや社会への反抗心を感じるわ。ありがとう。気抜くなよノワール、お宝取るまでがパレスだぜ。はい。偉そうに。暴いてやる。取り逃がしてくれよ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。ペルソナ、別の手があるはず。ペルソナ、弱点が狙えるな。敵ドン。さすがジョーカー。さて、よし片付いた。じゃあ行こうぜ。ここなら安全だし。つけておこう。
正体を見せろ。こっちが有利だ。焦るなよ。容赦しない。ごめん、ご詰めお願い。来い。プリンスパリティ。いただいていく。おお、ゾガー。かっこいい。ボコボコにしちゃう。さて、ふん、俺の敵じゃねえぜ。感じるぞ。暴いてやる。この状況うぜえ。こっちが有利だ。焦るなよ。ああ、しなけるぜ。やってやる。この技じゃない。チャンス。アヌビス、弱点をつけるみたいだ。奪い。おお、ジョーカー。かっこいい。ざまねえな。我が輩らしいスキルだな。歯応えない。本当に？
てか、
シャドウがいるよ。どうする？シャドウがいるよ。どうする？正体を見せろ。やれやれ人間め。ほう、それよりも嘘だろ。気をつけて。ペルソナかけろ。やばいよ。敵ダウン。クイーン出てけ。ヨハンナ敵ダウン。クイーン出てけ。やれやれ。その辺にセーフルームない？あら？さ、暴いてやる。それしまって。こっちが有利だ。当てるぞ。これでどう？ごめん、ご詰めお願い。出るぞ。いけ。やってやる。奪え。いい調子だぞ。か敵2回撃破。黙れな。くそ。よっしゃ、次次。みんなお疲れさんだ。新スキル習得、早速使いましょう。よし。おいおい。お。シャドウがいるよ。どうする？ジョーカー？
どうやら発見したぜ。どうする、ジョーカー。正体を見せろ。この状況うぜえ。チャンスだ、とっちめろ。違う。
シャドウがいるわ。気をつけて。暴いてやる。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。俺はどうするつもりだ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。ヨハンダ、敵だ。クイーン、いけいけ。ペルソナ、作戦が狙えるな。これでどう。よし、よっしゃ。ねえねえ、
やな。スカルがヤバそうだ。ペルソナー踊れ変換ぜ。敵3体ドン。スカルまだいけるぞ。変換ぜ。スカル大丈夫か。体力に注意しとけよ。やれやれ。前方にシャドウよ、注意して。正体を見せろ。それしまえって。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。この状況は違うな。お、弱点が狙えるな。くらえ。いい調子だぞ。か敵に対撃破。ザブレしょうがねえな。ダッセーやつら。さすが。何かご用ですか。来たな囚人。主は更生を進めているあなたを評価し、ここではない世界で同じ奴らと協力して行う公開処刑と呼ばれる特別なが、処刑後の姿を定めることができない運の要素が強い祭儀とのことです。しかしここでしか手に入らない特別な力も有効に使えるかは貴様の技量次第だ。励むがいい囚人。祭儀の開発は一通り完了しましたが、あなたの構成はまだ続き、より一層構成囚人を正しさあ結果体です。さあ何が起こるかな。
ここではない世界へ。始めるとしよう。探りましょう。選べ。合体です。過度な力は破滅を招きますよ。終わりですか？時間です、囚人。
つけておこう。